例えば衣装だったら立花さんが詳しいと思うよ。立花さんって確かアクセサリーとかいっぱいつけてて結構派手な人だよね。見た目からして住む世界が違う感じがするし、ちょっと話しかけづらいんだけど。あ、あそこにいるじゃん。ねえねえ、立花さん。あ、ちょっとそんな急に。まだ心の準備が。近くで見ると、メイクとかも派手だ。いや、やっぱり、ちょっと話しにくいな。実は、映画作るのに、衣装とかに詳しい人探してて、立花さんが詳しいって聞いたんだけど。そうなの？スケッチブック？これって全部洋服のデザイン？すごい、何十枚も。素材とか形、コンセプトまで細かく書き込まれてる。すげえな。デザインも自分で考えたのか？授業中に書いててよく先生に怒られてるもんね。ありがとう。そっか、立花さんも真剣に自分の夢を叶えようって頑張ってるんだね。こんな感じでクラスのみんなに得意なこととか聞いていけばいいんじゃないかな。確かにそうだね。よーし、それじゃあ。聞いて。お前、いきなり。こういうのはまとめて聞くのが手っ取り早いって。今度の芸術祭のことでみんなに相談したいことがあるんだけど、ちょっと話聞いてもらえる？あ、映画の準備を進めるのに、撮影のこととか編集のこととか私もわからないことがたくさんあって、詳しい人がいたら教えてほしいって思ってるんだ。ありがとう。うん、そうだね。頑張ろう、みんな。